日本埼玉県埼玉市見沼区、西山村日田日産村神殿は、埼玉県埼玉市見沼区の大技。また、西山村日田から分離した、大技西山神殿に関しても投項目で扱う。郵便番号は、西山村神殿は337-0034、西山神殿は337-0035。埼玉市見沼区の南部の芝川沿いの中石平野に、位置する。 地区の北方にはわずかな尾高地も見られる。見沼田んぼに位置する西山神殿の高地整理された農地の方が圧倒的に広く、その北側3カ所に西山村神殿が飛び地になって所在する。東側に山の飛び地や三山、南側から西側にかけて緑区三浦、北側に三倉や片柳と隣接する。全域が市街化調整区域である。 隣接する大技片柳には西山通りや西山バス停などかつての西山村の面影が今も残る。元は京方年間に見沼の干拓の際に作られた西山村の神殿であった。西山村は1661年に片柳村に編入され消滅したため片柳村の持ち天神殿となり神殿のみが地名に残る。 神殿は、武蔵区に足立郡山、沼寮に属し、村高は、京宝16年の県知町によると284国、あまり。火星期の世帯数は0件で、村の規模は、東西3町あまり、南北6町あまりであった。名前は、同じ山村の農民が開発した持ち天神殿である、東山村神殿に対する名称から。 2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内に鉄道は付設されていない。地区東端を通る宮山通りに浦和駅東口からの国際工業バスの路線が設定されているが、地区に停留所は設定されていない。最寄りの停留所は何台である。 西山神殿はほぼ全域が高知整理された農地と指導で、西山村に他の一部に商業施設が一つあるのみである。ありがとうございます。